パフィオペディルムインシグネパフィオペディルムインシグネは卵化植物の一つ。養卵として栽培され、この属の代表的存在であり、後輩親としても極めて重要。この種は非常に古くから知られ、この属のタイプ種でもある。緑地に褐色の反転を持つ花をつける。花は少林ではあるが、栽培が極めて容易なため、非常によく栽培される。 黄緑花の編種があり、これも含め、多くの交配品の親となっている。常緑性の多年層。葉は3から5枚を根なし、緑色で長大円形。花形は斜上して、先端に一輪をつける。赤楽編は楕円型で、黄緑地に赤葛色の丸い斑点を散らす。円は白くなり、波打つ。側花弁は、広い線形で、黄緑地に褐色を帯び。 先端は緩やかに前に向かって曲がる。新弁は浅い褐色で、円は黄緑、袋状で、円は少し外向きになり、耳は大きい。なお、編種として、サンデレーバリエーション、サンデライがある。基本編種の褐色から褐色が抜けたもので、全体に淡い緑色で、背角編の円が白い。編種サンデレインドアッサムに算する。洋卵として栽培される。花は、 大きくないが、栽培が容易なために広く栽培される。発見も古く、1819年にウォーリックによってアッサムで発見され、すぐに英国に送られ、翌年にはリバプールの植物園で開花した。本族の原種として一番知られているだけでなく、洋蘭中最も広く知られているとさえ言われた。開花時期が12月であるだけに、 クリスマスや正月用の切り花としても重用されてきた。編集のサンデレーは、洋蘭で有名なサンダー商会が本種を輸入した、際に一株だけ出現したもので、極めて上品な感じを持っており、これもよく栽培される。他に個体名の付けられたものに3倍体で花が12から3センチメートルにも、なるヘアーフィールドヒルや、側花弁も袋状の新弁になったオーディティなどが、知られる。 また、本種そのものが栽培されているだけでなく、後輩親としても、非常に重要で、とても多くの後輩品を生んでいる。改良の中心的役割を果たし、現代後輩種の先祖との声もある。編集、サンデレーは、黄緑色系の花を作出するための後輩親に、使われる。例えば初期の後輩種リアヌムパフ、リアナムは、 本種とパフ、スプイスリアナムとの交配種で、1884年に登録されている。本種より、背学編が幅広く、白身が強い程度ではあるが、これらをもとにより大きく、より微麗な品種が多数作られた。以下、ドバシ P179 及びカラサワ監修 P450、カラサワ監修 P450 塚本ほか、P105 引用2つ、もに、 塚本もとほか、P105 塚本もとほか、P105、か沢さは監修 P450、ガーデンライフ P103 飛橋 P179。ありがとうございます。